後半戦の水面上も風の影響はほとんどありません。水面上予選の第10レースを迎えました。コース争い真っ先に動いてきています4番の深川。スタート展示同様コース奪ってというところで 1,2 コースが早めに決まります。この2人が現在ターマーク横あたりの位置です。スタート展示と同じく並びました 1,2 コース、その後ろ2番の山口はまだ横に流しています。初戦は3着争いの展開でした1番の田村貴信、ここは絶好枠でリズム引き寄せることができるかどうか。それを待ったをかける4番の深川慎二が前半同様コース動いてというところで2コースを奪います。ほぼ2人が並んでオレンジ部横あたりの位置になってきました。中段位置の3コースに2番の山口裕二、今年2回目の G1 戦となります。4コース角が3番の魚谷智之、前半戦4着から挽回なるかというところ。5コースが5番の上田竜星、期末にフライングありました休み残す状況です。先月に続いての徳山参戦は6コース6番の高架満、やや深くなった 1,2 コースで進入インコースから1番4番2番3番5番6番です。スタートしました。少し2コースが遅れた台形になりました。一周1マークへ1コースから1番の田村は出ていきます。3コースから2番山口のまくり届きません。逃げた1番の田村、打ち伸びてきたのは3番魚谷、しかしここは2番トラス今でというところ。4番の深川が踏みとどまりまして直線展開します。スタートは前提正常でした。1番の田村先頭、2番で直線一気に抜け出して4番の深川、その後ろは内から上がってきたのは6番の高架、外から3番魚谷、5番の上田、5番の上田豪快に全速ターンで一気に3番魚谷をかわしていきました。今度は内伸びてきたのが2番の山口、まだ3番手争いが続きます。5番の上田がここで一定審判に出ました。レースは2周目です。5番上田を追ってという争いですが、3番手並んできた2番の山口、生かして差し返す5番の上田、上田の差し決まって3番手、上位3艇は1番4番5番です。3番手ここで5番の上田が2点審判とリードを取ります。2番山口は4番手、すぐ後ろ6番の高架、3番の魚谷で2周に幕の旋回。1番の田村先頭、2番手4番の深川、3番手は5番の上田、ホームストレッチではリードは広がりました。3、4番手ここで3、4点審と差が開いて上位3艇1番4番5番です。最終周回に移りました。スタート体系からやや壁なしという展開でしたが、逃げました先頭1番の田村貴信、そして2番手水槽4番の深川、3番手変わらず5番の上田、3、4番手この辺りでも差は4点審ほどと開いています。2連単は1番4番の組み合わせが 3.7 倍ノッツ、3連単は1番4番5番の組み合わせ 16.1 倍ノッツとなります。最終ターマーク上位3艇回りまして間もなくゴールです。先頭は1番田村合輪、4番深川合輪、5番上田合輪、6番2番3番の順で合輪。初日の G1 徳山クラウン争奪戦解説67周年記念競争、今日は前半戦はイン逃げの連続、後半戦もここまではスロー勢の勝利が続く展開となっています。依然として風の影響ほとんどありません終盤戦の競争水面。11レースの予選競争を迎えます。バックテレッチが6点、動きはありません。スタートまで1分を切りまして、スタート展示同様コース枠なりの体勢です。1コースが1番の茅原優希、前半戦追い上げ届かずの4着に終わりました茅原が1コースから、2コースが2番の安河内翔、優勝モーターで初戦6コースからの3着と連帯スタート、そして3番の上平慎二が3コース、こちらは初戦2着、同じく初戦2着は4番の坪井康春、4コース角53周年の覇者、そして58周年の覇者5コースに5番の丸岡正則、6コース6番の渡辺浩二、初戦スタートはスローから0台コンマ06のスタートでした。予選の11レース、
スタートまでは10秒を切ります。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スロー成功スタートを切りました。その中でも1コースからトップスタートは1番の貝原、逃げ展開に持ち込んできます。2コース内をついて2番の安光寺ですが追走がいっぱいというところ、その後ろ内から3番上平笠、2番手差を詰めにかかります。先頭は逃げて1番の貝原、早くもリードは4停身、一瞬へさきかかった3番上平でしたが伸び返した2番手2番安光寺、スタートは前提正常でした。3番上平が外から内を突いて6番の渡辺、しかし2番の安光寺は振り切っての2番手です。上位3艇1番2番3番で2周目に移ります。3番手は3番上平、その後ろは3艇身と差があります。後ろ3艇は接戦の展開でこれから2周の1マークです。さあ4番手後ろ3艇が追う展開になっていますが、この辺りでは3番の上平は3番手はキープ、外から6番の渡辺、ここで4番手から抜け出しました。少し3番手との差が詰まりました。その差2停止半ぐらいです。先頭1番の貝原はリードは広がりました。先頭2番手差は5停止ほど、2番手水槽2番の安光寺、3番手は3番上平がここも守ります。ややちょっと船がバランス崩していますが、3番上平3番手はキープ、4番手6番渡辺との差がこの辺りでは4停止ほど、その後ろに5番の丸岡、4番坪井の争いです。さあ後ろがまたもだいぶ競り合う展開になって、ここも3番手は3番上平が守ります。確定が最後のバックスレッジへ移りました。トップスタートから陰線逃げて圧倒しました。先頭1番の貝原勇気、2番の安光寺、2番手3番手3番上平と変わらず、2連単1番2番 2.5倍、3連単1番2番3番 5.6倍、1番人気の決着です。先頭1番貝原五輪、2番安光寺五輪、3番上平五輪、6番4番5番の順で五輪。的に陰の強い展開で始まりました G1 徳山クラウン争奪戦、開設67周年記念競争初日の最終レース、12レースのクラウンドリームを迎えています。午前中天気は不安定でしたが、水面状況は1日を通して安定しました。最終レースも風の影響はほとんどなくという水面状態で、スタートまでは1分を切ります。初日ドリーム、地元勢は2人が登場の一戦、まずは絶好枠1コースに地元産業オーロラの今村豊、前回の66周年では初日のドリーム陰線は2着のスタート、前回は予選未勝利に終わりました。さあ初戦から勢いに乗っていけるか、1番の今村1コース、徳山 G1 V2 は2コース、2番の今垣幸太郎、そして前回66周年優出は3番の桐生純平が3コース、そして前回の覇者4番の寺田、今年地元はその前回の66周年から3連続優勝中、4コース角に地元豊富の寺田翔、61周年の覇者は5コース5番の井口義則、そして前回こちらは準優勝6番の池田浩二が6コースです。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースから1番の今村いいスタートになりました。外では5コース4コースあたりがやや目立っている。1周1マーク逃げる1番の今村、マクリンク3番キリュウ届きません。内をつくのが2番今垣、5番の井口と伸びてきた。最内は6番の池田も上がってきた。一方4番寺田は最高峰、ここは逃げて1番の今村先頭、2番手争いは5番井口、6番の池田が競り合っている。スタートは前提正常でした。このうちめがけて2番の今垣やってきた。2幕6番の池田が振り切る、内を捉えて5番の井口と3番の桐生が続く。さあ2番手ここで6番の池田がアウトコース1点進リード、これから2周目に移ります。時計前でどうか、へさきかかりかけてきた5番の井口、インコース並びかけるところで2周1幕の旋回です。さあ2番手ここは5番の井口が先手を取る、外を待った6番の池田、ちょっとここは
外大回りになりました。ここで2番手5番の井口が今度は一定進リードを奪います。上位3手は1番5番6番、その後ろは4艇進と差がついての3番桐生は4番手、先頭1番の今村は5艇進リード、2周に巻くの旋回、2番手5番の井口内をついて6番の池田差を詰めにかかる、ちょっと流れた5番の井口、さあ今度は内から6番の池田詰め寄ります。先がインコース完全にかかりました。最終周回に移りました。しかし直線伸び返したのは5番の井口、さあ再びかばしにかかる5番の井口に対して今度は外を回った6番の池田届いていません。その後ろは3番の桐生、4番の寺田、最高峰2番今垣水槽逃げました。先頭1番の今村豊、リードはさらに広がって5停止以上、2連単1番5番では 11.3 倍ノッツ、3連単1番5番6番では 78.4 倍ノッツ、最後も2番手は5番の井口が守りきりまして6番池田は3番手までです。先頭は1番今村五輪、5番井口五輪、6番池田五輪、3番桐生五輪、4番寺田五輪、2番今垣五輪。